トーマス・レッシュは、ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州、エスリンゲン出身のサッカー指導者。2020年7月より、SBV フィテッセで監督を務める。監督及び、コーチとして、ドイツの様々なクラブを経て2012から13、シーズンにレッドブル・ザルツブルクの育成アカデミー部門に着任。そこで、U-16 と U-18 を育成し、2014から15、 シーズン2、リーグ優勝。2013から14シーズンにはアカデミーでの仕事の、他、オーストリアブンデスリーが一部に属する、FC レッドブルーザルツブルクのトップチームの、ロガーシミット監督の下コーチも務める。2015年、ペーター・ツァイドラーの後任として、FC リーフェリングの監督に就任。2016年度は、オスカル・ガルシアが、 FC レッドブルザルツブルクの監督に就任するが、2015年12月3日、ペーター・サイドラーの後任として、ウィンターブレイクまで暫定的に監督に就任。SK ラピードウィーンとの2試合は引き分けと勝利に導いた。2017年6月には、ドイツ2部リーグの FC エルツゲビルゲアウェの監督に就任。2018年2月、シーズン終了まで、 オーストリア・ブンデスリーが一部の FK ・アウストリア・ウィーンの監督に就任。2018年5月13日、1年延長のオプション付きの2020年までの2年契約が発表される。2020年5月、2020から21シーズンより、オランダ一部の SBV フテッセの監督を務めることが発表された。2020から21シーズンのオランダカップ戦で、 決勝までチームを導いた。ありがとうございます。